ゲームオーバー、そりゃそうだろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさ、アズゴア王に挑みますか。始めようか。始めましょう。かっこいい。あれはなんなん、お面みたいなのかぶってるってことかな。お面っていうか鎧の面、カブト。アズゴアが襲ってきた。よし、行くぜ。とりあえず避けれるところは全部避けてこう。はい、一発目から無理。無理。確実に避けていきたいんやけどな。この辺、今1回目避けたよね。2回目ちょっとダメだったけど。辛いぜ。これちょっと回復を使わずに、あ、いけるいける、オッケーオッケー。で、回復じゃないこれ、ほら。はい、オッケー。さあ来いよ。ここまでにまだ1回も回復を使っていないのは結構でかいことだと思う。はい、なるべく回復の頻度を下げて下げて下げて、よいしょ。多分次ぐらいにまたね、回復。OK。まだ一回も回復をしていないぞ。おぉ、はい、次ちょっと回復します。お、すべて青。いいね。OK。あれは一体何なんやろうね。槍じゃなくなっとるよね。いいぞ、いいぞ。はい。あっと、避けれたと思ったんやけど、避けれてなかった。結局同じぐらいかもしれん。頻度は下がったかもしれんけど、でも2回目のタイミング同じぐらいかもしれん。使うの。はい、はい、スピードアップ、視力検査。これ結構楽しいんやけど、私スピードアップの結構楽しくなってきたんやけど。はい、すべて動く。あ、逆向け取るってことか、槍。それ刺さらんくね？どういう状態？あー、怖い、怖い、怖い。いや、でもなんとか回復なしで。いやー、辛いです。無理です、無理です。あ、やめて、やめて、やめてください。やめて。これ3個目？全部で4つあったよね、確か。サンデーサンデーは違ったかな。はい、ことは回復アイテム全部で多分5つ、雪だるまのかけらを合わせたらあるんやと思うんやけど、助けー、くわ、おお、ギリギリ。多分次ぐらいから奪える体力が増えてくるのではないでしょうか。あー、危ねー。サンデーサンデー。おー、全余計、いいね。小刻みに揺れたら大丈夫かも。あ、まだか、次ぐらいかな。あ、いいぞいいぞ、このタイミングでそれはめちゃくちゃいい。さあ来い。あー、うん、あー、ここからかな。そんな何個も何個も連続でいい、危ない。ふう、でもまだこの段階で回復アイテムが残っとるっていうこと時点でめっちゃいいことやと思う。ほら、雪だるまのかけら。あー、一回当たった。いや、でもこれはいけるんじゃないか。どう、おっと、今避けれたよ、1回目。いい感じ。うわー、来た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 。くっ、ここで回復来てほしかったんやけどな。おお、耐えた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 。アズゴアの体力は残りわずか。おお、いったやん、マジで。ああ、
うやらここまでのようだ。何？息子が死んだ翌日のことは今でもよく覚えている。地底の世界は絶望に包まれた。我々の未来へまたしても人間たちに奪われたのだ。怒りに任せ、私は宣言した。この世界に落ちてきた人間は一人残らず始末すると。その魂を取り込めば私は神に等しい存在となり、この牢獄からモンスターたちを解放できる。人間たちを滅ぼし、モンスターたちの手で地上に平和な世界を築く。私はそう誓った。国民たちは希望を取り戻した。だが私の妻は私のしたことに呆れ果て、城を出て行った。その後彼女の姿を見た者はいない。もしかしてトリエル？私は力など欲しくはない。誰も傷つけたくはない。国民に希望をもたらしたかっただけだ。だがこれ以上はもう耐えられない。私は妻に会いたいだけ、子供に会いたいだけなのだ。若者よ、こんな戦いはもう終わらせなければならない。君はバリアを抜けることができる。私の魂を取り込み、この牢獄を出なさい。見逃すやろう。私からあれほどひどい仕打ちを受けておきながら、君はここに残り苦しみ続けることを選ぶというのか。地上に戻れば幸せに暮らせるというのに。人間よ、約束しよう。君がこの世界に留まる限り、妻と私が君の面倒を見よう。3人でいろんな話をしようじゃないか。トリエルじゃないの？違うの？バタースコッチパイを食べながらね。絶対そうやん、殺したよ私。共に暮らそう、家族のように。なに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 、誰？ちょ待って、鳥肌立ったんだけど。なに？フラウィー、バカだね。君は学習能力ゼロだ。この世界は殺すか殺されるかさ。今共存の道があったやん、ちゃんと。なんなの、真のボスはフラウィーなの？昔々、地球には人間とモンスターという二つの種族がいました。ところがある時、人間もモンスターもみんな消えてしまいました。なにこれ、なにこれ、なにこれ。フラウィーレベル9999、僕の世界、コンティニューリスタート。なにこれ、なにこれ、なにこれ。怖い怖い怖い、エラー。なんかある。なに？削除されます。なに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 ？ハロー？フラウィーだよ。お花のフラウィーさ。君のおかげで本当に助かったよ。君があいつを痛めつけてくれたからね。僕一人だったら絶対叶わなかった。君のおかげで、あいつは死んでくれた。人間の魂も手に入ったしな。人間の魂？私死んだの？はぁ、僕はもう随分長いこと空っぽだった。あそこにあった魂って全部他の人間のってこと？魂が手に入って最高の気分さ。もぞもぞ動いてくすぐったい。あれ？仲間外れで寂しい？でもそれならちょうどよかった。まだ魂は6つしか手に入ってない。だからもう一つ必要なんだ。あそこはの魂は？あと一つ手に入れば、僕は神になれる。そして、新しく身につけた力で、モンスターにも、人間にも、みんなに思い知らせてやるのさ。この世界の本当の姿をね。何何何、ホラーなんですけど。前のセーブファイルに戻ろうとしても無駄だよ。あれはもう消しちゃったからね。でも安心して。僕がちゃんと代わりのファイルを用意してあげるから。君が死ぬシーンで上書きしてあげるよ。僕が君の体をズタズタにするところを。何度も何度も繰り返し見られるように。僕を止められると思ってるの？君は本当にバカだね。何？戦闘？やめてよ、回復アイテムないんだけど今。何？って誰？フラビーの姿あれ。ちょ、動けないんですけど私。何？足？どういう状態？口？雲？怖い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 。何？急なカラー。何？誰だよお前。ファイル3にセーブしました。何？セーブしないで勝手に。
待って待って待って、死ぬ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 、戦う、戦えんのかよこれ。無理だから、何何どう戦うの、無理やって無理やって無理やって、何あの顔、誰、ゲームオーバー、そりゃそうだろ、これはただの悪い夢、繰り返すのこれ、永遠に覚めることはない、え、はははは、なに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 、鳥肌なんだけど、どうしたのどうしたのどうした、えらー、え、え、どうなったの、え、ふふふ、なに、僕がそう簡単に満足すると思った、君を一回殺したぐらいでさ、もういいって、なんなのこれ、本当に永遠に繰り返すの、バッドエンドなんじゃないこれ、バッドエンドってあるの、ちょっとよくわからんけど、また来たよー、さっきと石やろ、怖い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 、笑うな笑うな笑うな、セーブしないでって、辛い辛い、何何もうやめてって、めっちゃ体力減ってく、どんどん減ってく、てか元の体力なんか減った、すごい、これどうやって攻撃してんの、なんか勝手に攻撃されてんの、避けれねえし、あー無理だから、何それ、やばいやん、何、ワーニングワーニングワーニング、どうした、どうなった、何、え、なに、剣、え、え、なになになに、行動、行動がある、行動が、助けを呼んだ、どうやって、助け呼んだの、うん、あ、なんか、なに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 、え、何がどう助けだったの今の、じゃあ私にそんな希望みたいなのを与えておいて、待って待って待って、戦う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 、戦います戦います、何それ何それ何それ、指、え、何その一回希望を与える感じ、ゲームオーバー、これはただの悪い夢、永遠に覚めることはない、またまたなの、ちょ、待って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 、何これ、エンドレス、エンドレスなの、怖いんだけど、あの、怖いんですけど、あ、行動行動行動、助けを呼んだ、ちょ、次こそ助けが来ていただきたいんだけど、あ、あ、これを取ればいいってこと、そういうことか、え、なーに、ファイル2にセーブしました、ロードしました、なに、セーブとロード繰り返しよるんやけど、ちょ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 、え、なに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 、え、え、なに、ふふふ、そもそも僕を倒したらどうなるか分かってるの、分かんない、なに、どうなるの、なに、怖い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 、助けて、またほらセーブとロード繰り返しうる、非常に早く誰か誰か誰か助けて、戦うコマンドが出てこないのよ、さ、戦うコマンドは、あれ、そっか、さっきからロードされうるってことは戻りうるんじゃ、何かが、ワーニングワーニングワーニング、はい、何でしょう、何、靴、靴がやってきたよ、ちょっとやめてやめてやめて、あ、怖い怖い怖い、無理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 、行動行動、助けを呼んだ、はいはい、音符音符音符、ちょ、あー、全部なんか全然拾えん結局やられるんやん、戦う戦う戦います、ちょっとずつダメージがやっぱりでかくなって、言うて15やけど、本当に永遠に終わらないような気が、でもちゃんと
動きようよね。まだわからないの？ハッピーエンドなんてないんだよ。君に残されてるのは僕との戦いだけさ。君も必死だね。わざと僕に君を殺させてる？普通じゃないね。正直君と戦うのは楽しいから、君が普通じゃなかろうと僕は構わないけどね。勝ちっぱなしで飽きないかって？答えを教えてあげようか。君よっぽど暇なんだね。はい？どういうこと？何？もしかしてあれなんかな、まあ、途中で嫌になって辞める人とかおるってことかな。でもさ、ちゃんとなんかセリフが変わりうるけん、多分物語は進行しようんじゃないかなって思うんやけどな。ねえ、最後まで見たら多分何かしらあるよ、きっと。きっと。でもさっきからもう死んでばっかりなんよね、あの最初の部分で。もう助けを呼ぶすらない。君よっぽど暇なんだね。え、変わらなくなったんだけど。え、待って、え、変わらなくなったんだけど。それは、え、ここまでってこと？もしかして、え、まさかのここまで。え、もうこの先ないの？きっと何かあると思うって言った直後の、あ、ワーニングや、来た。いや、動きあったわ。今度黄色。何？あー、狙われる。やめて。じゃあ、行動を吐き出してください。行動。で、行動は？でも、そのスピードで吐き出、あ、助けを呼んだ。はい、来て。よし。あ、はい、お願いします。もうちょっとこっちに、はい。あんまり回復できてない。あ、何？え？ハート。何？あ、え？え？何？なんか、よかった。やっぱりなんか同じのが2回とかなったらさ、多分絶対やめる人おるよね。フラウィーの防御力がゼロになった。え？何？どうしたの？急に。え？何？どうしたの？急に。フラウィーの防御力、あ、なんか、回復のも吐き出すようになった。結局死ぬけどさ。え、でもこの後も防御力ゼロで続いていく感じ？君よっぽど暇なんだね。でもちゃんと動きあったから。あっ、このセリフが石やけん、もう本当に永遠に続くんかと思ったよ。やめてよ、そういうの。ちょ、焦るやん。ほら、ちゃんとここにも回復のが吐き出されるようになった。けん。これは、まあ、倒せるようにちゃんとなりうるってことなのかな。フラウィー飽きてきたんじゃない？もしかして。知らんけど。どういう。もしかして避けれるんかな？でも絶対避けれんと思うよ。はい。一応回復しつつやってるけど。早く回復を吐き出してくれ。じゃないとちょっとそろそろ無理。耐えれないから。あれ、こっちなんか攻撃受けてなくない？ねえ。はい。痛い。なんか体力減ってなくない？あの、一定のところから。どうなの？一応なんか回復はしうるけど、減ってない。ギリギリのところでずっと保っとる感じ。ほら、もうこれ倒せるやん。多分今回のこの回で倒せるんじゃないかな。これ以上減らんってこと。いけ。やったー、やっと終わりが見えてきた。嬉しい。はい。ちゃんと回復アイテムは取っていく。減らんのかなって思っても、とりあえず取っていく。もしかしたら取らんかったら減るのかもしれんけん。それはちょっとね。おー、行ったよ、やっとー。この絶望的な。
嘘だ。こんなことはありえない。君は、何？え、何？は、ふざけんなよ。本当にバカだね。おいー。ちょ、待って、何度、何回ロードすんの？ふざけてんの？おい。ふふふ。本気で思ったの？僕を倒せるって？僕はこの世界の神なんだよ。それに引き換え、君は滅びる運命。ここで一人寂しく、命を散らすのさ。そう、役立たずの仲間たちには、君を助けることはできない。どうぞどうぞ呼んでみて。君の声は、闇に吸い込まれるだけさ。パパ、ママ、誰か助けて。いくら叫んでも無駄なことさ。助けを呼んだ。何？しかし誰も来なかった。残念。誰も、君が死ぬとこを見てくれないなんて。え？ちょ、あ、回復した。え？何？え？どういうこと？まあいいや、それなら。あ、ロードできんよ。どうして？力が使えない。何？魂が。何をする気？おい、やめろ。こんなことは許さないぞ。僕に従え。やめろ、おい。やめろー。あの魂たちが暴走した。今まで操られとったんかな。あ、何？枯れた？戦う見逃す。何の真似？僕が反省したとでも思ってるの？ありえないよ。でも、僕を逃がしたって何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。でも、僕を生かしておいたら、また戻ってくるよ。なんか徐々に元気になってきた。君を殺すよ。どうなの？みんなを殺すよ。でも、君の大切な仲間も殺しちゃうよ。どんどんなんか悪い顔になってきたんだけど。どう？何？優しい心取り戻してきた？どうして？どうして僕に優しくするの？あ、ほら、いい子なんや、本当は。理解できない。何なんだよ。泣きそうな顔になってきたよ。意味がわからないよ。フラウィーは逃げ去った。お、逃げてった？あ、最初にフラウィーと会った場所や。あ、ん、この奥。え、この奥、また遺跡？アンダーテイル。え、タイトル。バイトビーフォックス。え、終わったの？何？あ、びっくりした。プルルプル。よ、聞こえてるかい？聞こえてる。とりあえずメッセージを残しとくぜ。うん。あんたが消えてからこの世界では、いろいろあった。え、バリア抜けたの？アズゴアがいなくなったから、代わりにアンダインが地底の世界のリーダーになった。うん。アンダインはここに来る人間は殺すと決めた。あ、マジで？え、結局、アズゴアの最後の、希望。あれなんや、結局繰り返すんや。集めてあった人間魂は消えたから、バリアを壊す別の方法も研究してる。バリアが壊れたら、アンダインは人間と戦争するつもりだ。アズゴアがやろうとしてたこと、してたことと同じだけど、アンダインはアズゴアみたいに容量が悪くない。ロイヤルガードも増員した。地上に出たらアンダインはロイヤルガードを率いて、真っ先に、自分の手であんたを探し出して始末するってさ。オイラはどうしてたかって？遺跡のドアの前で何度もギャグを披露してみたけど、あのおばさん、反応してくれないんだ。具合でも悪いのかな？やっぱり、あれよね、トリエルのことよね、きっと。兄ちゃん、誰と話してるの？別に、人間だよ。ああ、そっか。え、人間？俺さんも話したい。いいよ、どうぞ。おい、聞け。アンダインが女帝になったぞ。すごいだろ。しかも俺様を、王室で一番重要な人にしてくれたんだ。おー、パピルス出世。王室で一番重要な人っていう役職だぞ。
何それ。何をするのかって、アンダインが言うにはその辺立って可愛く振る舞ってればいいらしい。何それ、何それ、アイドル、これこそ俺様にふさわしい仕事。普段から無意識にやっていることだからな、可愛く。ついに俺様は重要な人になったのだ。それもこれも全部貴様が散々ひどいことをやってくれたおかげ。ありがとう人間。なぜ感謝される、ひどいことしたんでしょう。また会いに来てね。あーでもアンダインに見つかったら殺されちゃうね。だけどここに来れば俺様に会えるんだから、殺されたって来るべきだ、絶対だよ。強制。じゃまたに。つー、あの兄弟は相変わらずだな。あ、フラウィ、改心した？ねえ、君は僕を倒したね。それで思ったんだけど、敵って本当に殺さないといけないのかな。僕にはもうなんだかよくわかんないや。一つお願いしてもいい？やってみせてよ、君の強さを証明してよ。もう一度ここまで来て、最初から一度も殺さずに。最初から一度も殺さずに、ああ、そしたら僕も王様も殺さない、ハッピーエンドが見られるかもね。どうなるかな、君の強さが証明されるか、君の苦しむ姿が見られるだけか。どっちにしろすごく興味があるな。なるほど、ちゃんとそういう風に言ってくれるんやね。次は殺さんかったらストーリーが変わるよ的な。アンダーテール。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうあのさ、なんかアズゴア王を倒した後フラビーとの下りからめっちゃホラーなんだけど、私ずっと鳥肌がちょ、いつ終わるんかなってマジで思った、びっくり。まあ、でも一応私はまあね、多少最初の方殺してしまったっていうエンディングやったよね。じゃあアズゴア王が生きてるエンディングもあるってことか。なるほどね。